僕がクロウミュージックをスタートさせた、うん、セブン、はいはいはい、セブンね、の時のメインでローディーをやってたミッチー君と、うん、なんかこう大事な時にローディーをやってくれてて、あと所属もしてくれてたタカシ君もゲストで今日呼びました。よろしくお願いします。はい、ミッチーはまず、はい、当時18歳。そうですね、高校生。ガチガチのローディーを、やるってなった時ね、学校行ってて、まだ高校生、高校生ですね。どういう流れだったっけ、ジン君の紹介だったっけ。そうです、売れるためにはどうすればいいんやっていう話をダイレクトに、ジンさんに。高3で売れるためにはどうしたらいいの。アークデューのジンさんですよね。アークデューのすんげえ上昇してる。まずは売れてるバンドのスタッフを紹介したいと。はいはいはい、ね、じゃあ紹介するよと言っていただいたのが達也さんです。なるほど。 CA7 初動始められたので学校行ってるっていうから、まあ、ローディーやんのもええけど絶対卒業しろよって言ってて、はいはいはい、兼用して、うん、で、塾で、ね、絶対学校やめんなよみたいに出てくるけどすぐやめよって。ほぼ翌日ですよ。あ、本当ほぼ翌日です。もうでもツアーまでも時間なかったけど、もう行くぞっていうこれ、うん、僕らももうそのふつふつとしてたから、それにちゃんとなんつかね、おっしゃ行くぞっていう、やっぱりそのついてこいっていう感じでしたよね。多くは言われなかったですよ、正直、うん、もうそっからこういうことって最後の最後までもうほぼ皆勤賞に近い状態、全国ツアーとかでも全部北海道から九州まで、もちろんです。たける青春ね、たける青春ね。でもセブンで言ったらなんかローディーはミッチーって感じやった感じはしますね。合計で言うと5、6人ぐらいはいつも最低でも3人ぐらいのバンドについてて、それ以外に女の子のスタッフが2人ぐらいおって、ツアーとか回るときとか結構大所帯やったんですよ。そうですね、僕はあのね、アークリューでほんまに知り合ったんですけど、セブンがあのライブが2発目ぐらいの時に、うん、あのちょうどゲストで出てはって、ほんでその時にやっぱすごいなって、ライブ見てこれが本格そのバンドなんやなみたいな感じで、そういうイメージがあったんですよ。雪吊りの達也さんに、それはちょっと喋りたいなと思ってお近づきになりたい。ぜひとも雪吊り、雪吊りの雪吊りのバンドマン達也さん。いやいや、ほんますごかったですよ、衝撃的にね。そういうことなんだね。で、まあお話ししたいなと思って僕からちょっと言ったかな、話しかけて、その時から来た。そうです、そうです。はい、一発目が、お前、何型やん、血液型ですよ。血液型。試す。試す。試しに行ったっすね。あの、自分は要素を言うてるから。試しに行くっすね。いや、僕、A 型ですと。車の免許持ってるのか。はいはい。血液型から車の免許。そうそう、あ、きっかけやった。掴みやった。はい、あ、持ってますか。ほな、今度さ、チラシ作ったのか。っていう話で、いや、それはすごい嬉しいなっていう感じで、後日チラシができたとって見せられた時に、右下にプロミュージックって書いてあったんですよ。なるほどなるほど。で、そっから自然と所属してましたね。フェードインみたいな感じで、ね、そっからでも23年ね、今まで、ね、うちでやるかとか、そんなの一切なく、なくですね。それが記憶にない。自然な流れで入ってたっていうか、ほんまに雪吊りで入って自然ちゃうやん。ハズシュのね、ぬるっと入るっていう、ぬるっと。そうそうそう、彼のバンドのボーカル、彼がボーカル で、はい、でドラムで11ってこう思うねんけど、はい、その2人がよううちのバンドをローディーでも手伝ったりして、多分ギリまだ俺が性格がきつかったこれ、ギリそれが俺も26、27でそこら辺がだんだん落ち着いていく、はいはいはい、過渡期であったと。本当俺のちょっときつかった時の終わりぐらいかなって思うね。ああ、ようこきつこうと。なんか電話かかってきた時にちょっと今から
ちょっと行くとこあるからちょっとついてきてくれと。でその時あのドラムの純一っていうこと一緒にいたんですけど、でまあ車に乗ったと。で、まあ純一が運転してて、ちょっと高速乗ってくれみたいな。行く先も分からず。まあ、高速乗りました。高速行こう。今からちょっと東京からちょっとできてくれと。ちょっと英語が出るようになります。なるほど。でまあ、そのえ東京ってなって、まあ、僕らも何も言えなかったんで途中その東京って見せかけて結局名古屋やったんですけど、ちょっと楽に感じるやん。一回上げといて下げるから、どういう優しさ。だから僕らもあ名古屋やったらよかったみたいな。助かったんだよ。めっちゃ近いやんみたいな。高瀬さん、それはね詐欺と同じ。そう、ね、手口がね。なるほどなるほど。でも全然その暖かかったですよ。想像してね。言ってるだけでも最後につけてるボディがさっきからギャップが。でも心地よかったんですよ。そうですよ。心地よかった。心地よかった。それはね、洗脳って。ミッチーが入ったばっかりの時に、はい、一番最初に700本限定ぐらいのデモテープ作るね。すぐ。なくなって、はいはいはい、で2本目のデモテープを今度3000本限定で作る、はいはいはい、業者に出すとタコつくから、はい、それを俺ら無印みたいなカセットテープを買うてきて、ミッチーを週1か10日に1回ぐらいかはちょっと覚えてないけど、はい、一定の期間で呼び出してはカセットテープを50本とか100本渡して、へぇ、全部ダビングしてもらって業さんで、またそれを持ってきたら、もうありがとうなって言って、このまた50分食べにしてくる。内食、内食。で、物販がすごい上手やって、はい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 、札幌のライブハウスツアーで行った時に、はい、動線がちょっと特殊なライブハウスで、はい、ほんなそのライブハウスでこう物販組んで、お客さんをどう引いて、なんかそのね、自分なりに物販の流れのシミュレーションみたいなのをして、はいはい、で、ここでお客さん止めて売ってどったらみたいな、なんかローディーのやつと打ち合わせしてるの。それはいいですね。あのこれね、裏の話がありまして、はいはい、実は北海道に渡るのにあのフェリー乗るんですね、うん、はいはいはい、で、そうですね、そうですね、分かった、もう、はい、もう受けてもう出るんですよ。フェリー乗って渡りました。で、その前乗りで行きますんで、うん、あのホテルに泊まるんですね、うん、泊めていただいて、大体前乗りで行くもんね、はい、北海道だって。でホテルに泊めていただいて、うん、そこでその僕経費の財布っていうのがありまして、はいはいはい、あります。でそれ僕預かってまして、うんうんうん、でカバンに入れて、ものすごいお金入って、ものすごいお金入ってます。それをそこ あのホテルでポンと置いて、はい、で、わーってこうみんなね、ファーってしてたら、もうないです。なくなった。財布ごと。なんか公共のコインランドリー的な、スポーツジムかなんか。札幌着いたはええけど、もうそっからのお金が0円。いやもう焦って焦って。じゃあもう札幌で何とかして売り上げ作っていかんとみたいな。そうなんですよ。滞在費どころか帰りのお金もないし、うんうんうん、その後のツアー経費ない、だからもうあれですよ、お客さん返すわけにいかんと、はい、あまり返せへんってことで、でライブが終わって道がなんか勢いよと楽屋入ってきて、はい、今日十何万売ったりましたたかしは大きいワンマンの時とか、東京にちょっとデカめのワンマン行く時とかに、だいたい必ずついてきてもらってて、はい、そういうワンマンの時、あのでっかいあのハイエースとか、うん、2台ぐらいで行く、もうメンバーもやけど、その連れて行くスタッフの人数も多かった、はい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 、機材とか、ちょっとなあの、ステージのセットみたいなのも、はい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 バーって後ろの客席から出てきて、そのコールをぐねぐね
練り歩いてステージの演出があったんで、道がだいたいこう先頭に乗ってなんかこういう状態で、後ろに2人寄ってで上に乗って、で道の頭をこうハンドルみたいな感じでこうするとこの牙がこう右に乗って、道の頭をこうするとこう牙が左に、こっちで覚醒器がツタツタとか言って、道の頭をこうやって振るんちゃう、カズマはね僕もなんですけど、ハンドルとここと体繋がってるじゃないですか。こっちひねられたよ、こっちから。曲がるなって。ほんで、ステージに戻って、なんかね、ステージ上でトラブルがあって、うんうんうん、俺がそれに気づいて、たかしと目を追って、あのトラブルをこう回避しに行くみたいな、こう、指示を出す。はいはいはい。でもそれ、ステージ上やからもうアイコンタクトでね。そうですね。ああ、覚えてますね。たかしはやっぱりその何のトラブルかが最初わからなくて、後々で聞いてんけど、なんかステージに飛び出してちょっとはしゃげみたいな、はい、もうすごい剣幕で、あの上手に座ってたんですけど、はいはいはい、でわー来て、いけ行け行けって言うし、ステージ出なあかんねやと思って、であとセンターまで行って、シンさんがベースでこいつ何しに来てんねんみたいな顔を見られて、ほんであのベースなんか僕前にこそだったんですけどみたいな感じでお互いがなんか目が点の点でなかったんで、俺がトラブル回避で行けって言ってるから、その行って、まあ、例えばじゃあこうシールド直すとか、ね、なんか線抜けてるとこ直すとかな、いろいろあるやんか。でも、たかしはなんかステージに行って盛り上げろかはっちゃけろみたいに多分勘違いして、わーってステージ行ってこんな話をしてたって、ね、あっからめっちゃ怒られますよその空間かなりカオスな感じですよね。カオス、そんなクエスチョンですよ。僕自身もクエスチョンだったね、はい、その後、ルージーっていうバンドに、はい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 、最初はジールっていうバンドやってて、ちょっとなんかもうそれが終わった時に、ちょっと悩んどったみたいな時があってんけど、たまたま俺の後輩でルージーっていうバンドで、でそこがたまたまボーカルが辞めたからどうやみたいな、でもう一回それで所属に、ちょうど、まあ、ルージーがツアーをしてて、セブンもちょうどツアーをしてて、ギターのケンさんと、うん、でそのとタツヤさんとあとケンゾーさん、うん、4人で、うんうん、ケンさん家で泊まったこと、どうだいか、あいつん家を泊めてもらってた、はい、静岡行ったらその時に全裸で全裸一夜を4人で過ごしたっていう、酔っ払ってた、いや酔っ払ってないです、ね、シラフでまあ着きました、それでまあまあ何しようか語り合おうみたいな感じになったほんで、まあなんかこう本かなんかここに、あ、いや、本じゃないんですよ、その時セブンの CD と、はいはい、ルージーの CD を、まあ、渡されて僕は、はいはいはい、でお前それちょっともう隠してもちょっと脱げと、でも剣道さんが止めてくれると僕ちょっと思ったんですよでも剣道さんはお前ら社長の命令やと俺が脱ぐって言って脱ぎ出してほんでみんな脱ぎ出して、まあ、悪ふざけやな、あ、そうです、それで語り合ってたという、はあ、確かトイレ行って、はい、そのケンってやつの妹と全裸でトイレしてるめちゃくちゃ気まずいっすね、ハプリンで部屋戻ってお前の妹と下で踊ったたかしたちがそのジールってバンドやってた時に、はい、それもそれで関東近辺のツアーもあって、はい、俺ら東北のツアーもあって、はい、次の日お互いのスケジュール夏な、はい、オフにしてて、はいはいはい、江ノ島に行くって、俺らその東北のライブがやってこう移動中に携帯電話の電波がまだ悪かったから、はははは、ここと合流の段取りをな、途中で電話がもうプツプツ切れてで頭に来て、はい、でちょっと力尽きて寝てもうて、で気ぃついたらフロントガラスむっちゃ割れてるんですクロースみたいな感じで、うわうわ、それで江ノ島の駐車場、はいはい、みんな海の家行って遊んでん、はいはい、俺酔っ払ってるから寝てた、誰にやられてんの襲撃やもん、海の家行っ
って、はい、みんながどこでくつろいでんのか探して、で、おった車やられてんぞって言ったの。たっちゃんが昨日電話で回線が切れたかなんか腹立てて、助手席からフロントガラス回った。外からではなく、内からや。内側です。セブン来た時にフロントガラス割れてるんですよ。え、その時、当時ミッチーさんは、あ、もちろんいます、ね、中に中からの圧も見てるんですね、じゃあ。もちろんです。チーが運転やった。いや、僕はあの真ん中の、この、はい、恐ろしいやろ。出ますね、ボロボロ、ボロボロ出ますね。いや、もっと出したいですね。普段聞けへんこと。俺、打ち上げ中、大体バンドマンとか後輩が周りに来て、こういろいろ話とかするやんか。自分の携帯電話を打ち上げ中はミッチーに預けてて、その仲間たちと喋ってる時も、なんかほら、ようかかってくんねんか、とにかく。はいはいはい、夜とかやねんけどな、はい、なんかこう、かかってくんねん。でもそれ出てんのがもっと欲しかったから、打ち上げ中はミッチーに携帯を預けて、で、かかってきたらもうなんかこう、はい、達也さんの携帯ですって。マネージャーみたいな。それ以外ないですよ。まあまあ、出方としては100点ですよ。はい、できた秘書やなって。でも、いろいろやってるんで、やっぱりね、あの、さっきも言ったんですけど、心がすごい温かい方なので、だから僕についていけるのね。いやいや、そういうことね。高橋さん、ちゃんと拾いに。いやいや、そこはちゃんと言うとかね。いろいろあるけど、ね。いや、そうです。はい、まあ、はい、そんな感じか。そんな感じですかね。いやー。ね、ちょっとお知らせがあって、はい、僕とミッチーでやってる、はい、オンリーユーっていうバンドのライブが、うん、12月の6日に京都の 246L スタジオってところありますんで、あとクローミュージックの OB 会イベント、うん、私お正月明けにやってる小ガラス同窓会っていうの、うん、1月10日京都アクリル、その時は俺、ヌードと白黒カラス楽団っていうので、で、彼がレーズです。レイズっていうバンドで出て、はい、で、ミッチーがシーズっていうバンド。あ、シーズなんですね。そうなんですね。はい。よかったら、遊びに来てください。ぜひ。パンサー、そんな感じですか？そうですね、はい。このチャンネルを見て、ちょっとでも面白いなと思った方は、グッドボタン。よろしかったら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日はこの辺で、さようなら。もうちょっと喋りたかったですね。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、もう一回どっかでですかね。もうあと2、3回どっかで。2、3回。まだロケも入ってみたいと思います。ああ、いいですね。本当に。で、人当たりが良さそうですかね、お二人。今、止めてるやん。はい。あ、ありがとうございます。待ちぶら的な。ああ、待ちぶらしますね。ちょっと手伝っていい？はい。ちょっと、はい。お茶を飲みますか。いただきます。かな？今日取るんですか？はい。取ります。年末年始の分も取るのかな？もうなんかもう、ちょっとね、そこら辺の数がはっきり僕もわかんないんですけどね。話的には？ああいう感じで大丈夫。あ、全然大丈夫ですか。はい、大丈夫です。でもその初めてですよ。いや、もうちょっと。いや、こんなんですよ、本当に。はい。あの、その、言うたら、ゲストの人には、こう、達也さんとのこう思い出とか、そういうのをこう喋ったりとか、あと近況とかね、こんな思ってるとか喋ってもらって、それに、こう、合図チョコ。あこの間もなんかライブ映像を撮ったやつを見せてもらったんですけど、綺麗ですね。音もなかなか良かったですしね。
ちょっと最後1本だけ、あの軽くだけなんで、すいません。いや、めっちゃびっくりしたね。いや、なんか昔の映像がすごい長いですね。まあ、よかった、ほんま、なんかもう後でちょっとなんか話そうかなと思って。もちろん待ってる。え、あ、もちろんです。